すごいお外がちょっとうるさめ。えっ、ー、とこんにちはありがとうございます来てくれてありがとうヤホーありがとうございます今日さ黒服着ちゃったからさ光飛びしちゃうなのでこの白熊様をえっ、ー、と名前なんだっけ <laughs> 忘れちゃった熊財門だ熊財門を下に置いて配信します暗くなっちゃう光飛びしちゃうのほら黒服そんなことないか言うてか えっと、キーさん、ハートありがとうございます。ありがとう。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。挨拶だけでもありがとう。こんにちは。忙しい中、ありがとうございます。本日は、えっと、七月十五日、えっと、金曜日の、えっと、お昼過ぎの十五時半で、十五時十五時です。こんばんは。こんにちは。ありがとうございます。ジュンさん、かわいい。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。こんにちは。 えっと、スーさん、タツノオトシゴ、ありがとうございます。ありがとう。えちごのトンヤさん、えっと、クラッカー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。嬉しいです。ありがとうございます。チュンさん、かわいい、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。これ読めてたかな。ごめんね。えっと、ありがとうございます。もうすぐで、お誕生日です。あと2日。あ,あ今度はこっちがうるさくなっちゃう。ちょっとやっぱ開けますね。<laughs> ちょっと開けると、このポコポコ音止まるんですよ。 えっと、こんにちは、ヤッホー。ありがとうございます。来てくれてありがとう。金曜日の3時という難しいお時間に来てくださった皆様様様。本当にありがとうございます。きっと今忙しかっただろうに、あの、私のためにちょっと顔を出してくれたのかなと心から嬉しく思います。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうね、ヤッホー。今ちなみに、ちなみにちなみに何をしていましたかみんなは今何をしていたのかなでも私今エアコンつけてないんだけどな。 エアコンつけた方がいいかな。暑いような気もするし、なんかいけちゃうような気もする。えっ、ー、と、こんにちは。ありがとうね。鼻むぞすこんにちは。えっ、ー、と、熱帯夜さん。えっ、ー、と、人でありがとうございます。ありがとう。キーさん、かわいい。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。これから出勤頑張ってね。ファイトです。応援しております。頑張ってね。ゼリー食べてたいいね。ゼリー。かわいい。おやつの時間ですもんね。今、おやつの時間なので、私は、 じゃがりこの九州醤油をとってても大切にしてたんですよねあと残り1個あのまとめ買いっていうかちょっとだけ多く買って3個くらい買ってたんですけどそれがもう順調になくなっていって家にラスト1個しかなくて期間限定だからもう買えない九州醤油を大切に食べてました <laughs> さっきね、まあ、まだ食べきってないんですけど食べてましたえっとお誕生日おめでとうありがとうあさってがお誕生日ですありがとうございますえっと遅いお昼いいちゃん遅いお昼 何食べたのこんにちは、ありがとうございます。昼休みをずらしたえぇ、ー、お昼休み、今まで撮ってなかったってこと大丈夫今ゆっくり休んでくださいね。お昼が3時になっちゃうって結構お腹空きすぎちゃう。えぇ、ー、なんかちゃんと食べてね。いっぱい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 ,いっぱい食べてくださいね。こんにちは、ありがとうね。ロミオさん、チンアナゴありがとうございます。ありがとう。う西しいです。ありがとうございます。ありがとうね。こんにちは。 ポ,ポコンっんクー,ークーラーっていうかいや水は何も落ちてきてないんですけどなんかクーラーからなんだと思ってたんだけど今クーラーつけてないのにポコポコ言った何だろうえっとこんにちはありがとうねやっほー水分補給してくださいね確かに大事今日ちょっと蒸し暑い気がするので水分補給ちゃんとしてくださいさっきさっきじゃない,いや全然さっきじゃない朝の8時頃ワンちゃんの散歩行ったんですけどその時はもう雨がすごすぎて あのでも湿気があっっっったたんででちょっとやっぱ暑いいなって思いましたでも今日雨やばくてさ朝今もなのかなちょっと今から外出るので分かんないんですけど朝はもうひどすぎて雨がなんかもうさっちゃんも散歩歩いたらプル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 みたいな散歩歩いたらプルプルみたいなのずっと繰り返しててなんかちょっともうお散歩どころじゃなくてほんとに最小限のお散歩で終わらせちゃったんだけどなかなか相当雨降ってましたね。もう水たたまりも避けれなないいくららあったかかそうなんか 私の靴も中ぐちゃぐちゃぐになっちゃってあのー、水浸しでしたそう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 風も強かったからカッパ着て下は履いてなかったのあのカッパはね普通のズボン履いてたんですけどそのズボンも,もうびっしゃびしゃでした私朝8時くらいに起きて朝8時起きてすぐ散歩行ったので半分寝ぼけてたので あの滝のような雨に降られて目が覚めました <laughs>。えっと、メガネのきよみちゃん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。ありがとうね。こんにちは、仕事中のですぐ来ます。ありがとう、見に来てくれて。仕事中なのに、ありがとう。ダークさん、風呂敷、ありがとうございます。ありがとう。今日もかわいい、ありがとう。嬉しいでございます。キーさん、タツモト仕事、貝殻、ありがとうございます。ありがとうね。こんにちは、こんにちは。ありがとうね。ロミオさん、チンアナゴ、ありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。 いやーでささん風呂敷ありがとうあごごめめんん言ってたかごめんねあの幸もさその散歩歩歩いたらブルブルーみたいなやっててなんかもう途中でもう目とかこうやって自分の前足で頑張ってこう濡れて多分前が見えなくてこうやって一生懸命こんなんやっててなんかもうかわいそうになっちゃって。 なんかやめたた散歩途中で断念しましまいつもまあ最低30分くらい散歩してるんですけどちょっと今日は無理で15分くらいでちょっと切り上げた15分でも結構歩かせたなって感じで家帰ったらもうなんか野良犬みたいになってた本当にに幸もうなんか毛が全部濡れてるからさもうなんか。 サイズ感が細くなってて、なんかちょっとさっちゃん大丈夫かな？って感じになってました。修吉さん、ハートありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ありがとうね。今日のお洋服、セクシー嘘黒いからかな？黒黒ってセクシーに見えるよね。<laughs> 気のせい <laughs> わかんないです。肩出てるからかもしれない。これは去年買ったお洋服なんですけど、今年は一回も着てなかった。なんか配信で黒い服って結構向かないんですよね。だからあの光飛びしちゃうからね。着ないんですけど。 このの服可愛いよねあのプライベートでは着てたけど配信では着てなかったので久しぶりに来ましたえっとそうもうめっちゃ濡れててサチってなんかあの赤芝で茶色のベースで白いこの辺が白いんですけどなんか鼻がねもともと本んは黒いんですよ いや後から生えてきた毛っ,っていうかなんかとりあえず茶色なんですよ普段はでも水に濡れると黒くなるのだからなんかもうい,い,い,いつも見てる幸せじゃないみたいでかわい,かわいそうでかわいかったえっ、ー、とえちごのとやさんえっ、ー、と人でありがとうございますありがとうつの落としごもありがとうございますありがとううしいですありがとうございますありがとう結構歩いてるかなそうかな結構歩かせちゃった昨日の夜もちょっと雨降っててあんまなんか十分に散歩できてなかったので今日は気合いだったんだけど ちょっと途中からはちょっと断念しちゃいましたね。だから今日の夜こそちゃんと散歩を連れていけたらいいねって思ってるんですけど、まだ雨降ってない。あ、降ってないじゃない。止んでない。雨ずっと降ってるね。なんか梅雨逆戻りじゃないてかなんか梅雨終わったの本当にって感じ。梅雨なんか別に誰のことも責めてないんですけど、なんか梅雨終わったって言わない方が良かったんじゃないのってくらい、梅雨、梅雨っちゃってるよね、最近は。最近の日々は結構梅雨ってます。明日も多分雨だし。 ね、まあ終わったのかもしれないけどでも梅雨ってるよねえっ、ー、とー「こんばんはこんにちはありがとうございます誕生日おめでとうありがとうあさってもおめでとう言ってくれると嬉しいですありがとうございます梅雨復活しちゃったよねこんだけ雨降ってるとすがすがしい <laughs> ポジティブ素敵私もすがすがしくなりたい私はちょっと憂鬱に感じちゃうのですがすがしいなって思いたいでもなんか傘さしてる雨はあんま冬好きじゃないんですけどカッパ着てる 雨は結構好きでなんか良くないカッパ着てるとなんか何て言うんだろうな両手が自由な雨って結構気持ちいいなって思うのでもう濡れてんやって帰る雨とあのもう何も傘もカッパも着ないでもう濡れちゃえって思う人カッパ着てる日は、まあ、ちょっと清々しいです確かにえっと東京ディズニーランド雨え今ディズニーにいるのいいなーいいなえででそんなわけないかディズニーにいたら私の配信見に来れないか <laughs> <laughs> ディズニーにいながら私の配信見に来てくれる人いたらちょっとびっくりしちゃうな私のことだだだだ大好きってなっちゃうから多分それは違うねえっとあ <laughs> でもわかんない休憩休憩じゃないやディズニーの待ち時間って意外とちょっと暇ピぴだったりもするよねだからちょっとわかんないけどさすがに違うかえっとお気に入りの傘が使えるポジティブえかわいい私はもうビニール傘しか使わないからさお気に入りの傘がないのだよえっと「梅雨リターンズ」ねえ 東京リベンジャーズみたいな。<laughs> 面白い。梅雨リベンジャーズだね。あ、違う違う。梅雨リターンズね。梅雨リターンズだ。お仕事戻ります。頑張ってください。越後の問屋さん、ハートありがとうございます。ありがとう。西です。ありがとうございます。カッパ着てても結局汗で濡れるジレンマ。そうだね。結局確かになんかもう何の水だかわからないけど、なんかとりあえず暑いよね。<laughs> ーえーと夏のカッパは作ってきてね結構蒸れるっていうかなんか結構ね嫌だよね私もそれはすごい感じたこの間昨日かの夜とか結構カッパ着て散歩行ったんだけどやっぱ30分とか歩いてたらまあ涼しくてまあジメジメしてし暑くなるからさなんかちょっと気持ち悪いかもってちょっと思ったねそれはあるねこんにちははじめまして高志みみですよろしくお願いしますありがとうございますうんとディズニー行きたいな私も そろそろディズニー行きたいですねまあ今はベイマックスにドハマり中だからランドに行きたいけど外がとかちょっとうるさいねすいませんえっと今はなんだっけベイマックスハマってるからランドに行きたいんだけどあのまあ C にも行きたいですねえっとキーさんハートありがとうございますありがとう嬉しいですありがとうございますこんにちは えっと、まあ一日長いからやむ時に行けばえそんなタイミングあんのかな今日って今日明日ってあるのかな明日って雨なのかなわかんないまあとりあえず <laughs> もう雨雨言ってても仕方がないのであの雨を楽しめる方法をね考えて頑張っていきたいと思います私もえっとお気に入りの傘でも買おうかな私でも最近はもう本当にユニクロの,あの折りたたみ傘 UV カット兼あの何だっけ 普通に折りたたみ傘としても使えるやつに、本当にああの使ってて、それしか勝たんって感じです。まあ今日ほど降ってたら折りたたみ傘じゃなくて、ビニール傘持っていくけど、でもなんかもうそれがあればちょっと安心って感じです。こんにちは。ありがとうね。来てくれてありがとう。日曜日まで雨か。頑張っていこうね。えっと <laughs>、えっと。 かっ,ぱって数年前の大宮のイベント以来来てないあれかあの時ねエグッドティアーズさんと出演させていただいた時だよねアンダーメンバーが覚えてます覚えてますあの時さちょっと待ってコメントおかしくしちゃったごめんねあ治りましたあの時めっちゃもうもうえっとなんだっけ えとあの時めっちゃ雨降ってたもんねもうねファンの方が心配で心配で仕方がなかった本当になんか私たちはさその屋根があったからまあ良かったんだけどみんなはもう本当に結び出しで待っててくれてるっていう,もう印象だった,だったから本当に早くやんでってめっちゃあの時ほど雨を、あのー、憎んだことはないというくらい本当に早く晴れてもうみんなが大変ってずっと思ってましたえっ、ー、とユニクロ結構行くいいよねユニクロ。 あんまりお洋服とか買わないんだけど、まあ、たまにデニムを白いデニムを前ユニクロで買った気がするのとかかなあとユニクロで何か買うとしたあリラコとかあの家で着る系のショーパンとかは結構買ったりしますうんと「こんにちは初めて来てくれた方ありがとうございますあ休憩終わし45モード45モード頑張ってねありがとうございます」 がとね、まあでも夏って雨多いのかもしれないねなんか去年かな夏染め出演させていただいた時も結構な雨降ってたしなーって思ってこんにちはありがとうございます何か私たちの上にもテントがないステージって夏染めが始めちゃったんですけど私は滑るかと思った本当に <laughs> 滑って転ぶかと思ったけどでも思い出深いですねやっぱ忘れないなーって思いますああいうことがあると。 こんにちは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。ヤッホー。ありがとうね。みんなちゃんとお昼ご飯食べましたかちゃんと今日はみんなお昼ご飯は食べたの食べてないの食べたの食べてないのゲリラ豪雨はやだね。ゲリラ豪雨はちょっと対応できないから困っちゃうよね。まあ、そのための折りたたみ傘なのかもしれないけど、ね、絶対降らないでしょ。みたいな日持ってかない癖があるから私。結局折りたたみ傘はあんま、<laughs> なんで、なんていうのか なんか持ってかない日多いです。暗いビーチさんえっとチンアナゴありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。私の今日のお昼ご飯は？今日お姉ちゃんがお家にいて、あのー、一緒にマックを食べました,た。久しぶりにマック食べた。えっと食べてる。チャーハンチャーハン食べたんだ。いいちゃんいいね。チャーハン。私も結構チャーハンモチベ高くて食べたいです。ufo 食べたえ。なんかさ今 ufo か。な UFO のさえペヤングかな分かんないでもどっちかのカップ焼きそばがさ有名なところから出てるさパン結構流行ってない多分なんだけどファミマに売ってるかなって思うんですけど UFO かなのなんかそばが入ってる焼きそばパンみたいなのが売ってるらしいでもなんかファンの方が言うにあの普通のなんだっけ 普通の焼きそばより美味しかったって言ってた気がする。わかんないだ。だからもしよかったら食べてみて <laughs> 私も食べたことないんですけど <laughs>。回し物みたいな言い方しちゃった。<laughs> もしよかったら食べたいね。一緒に。えっと、そうそう、美味しいんだって。私も気になる。多分だけど、なんでそう感じるかって多分味が濃いんじゃないかな。なんかめっちゃ味濃いみたいなパッケージだった気がする。だからなんか私もめっちゃ気になります。私結構焼きそばパン大好きです。だてか,か昨日さ、なんか好きな麺ランキングみたいなの話しててさ、まあ、ラーメン、パスタ、そば、うどん。 そうめんみた言ってたけどそういえばうんあそばって言ったかあれ私そばって言ったっけ焼きそば含めてなかったなって思ったけど結構焼きそばは好きなんです私麺の中でも割とあんかき焼きそばとかあのそ、ー、ば、うんそばじゃない焼きそば好きですえっとうどんだったらね焼きうどんなら好きですえっと676日おめでとうありがとうございます676おめでとうありがとうございます ありがとうございますトロうどんけどあんまり食べないのはうどん自体あんまり食べることがなくてでも久しぶりにつるとんたん行きたい普通にあのー、早く行きたいですツルトンタンになかなか行けてなくて焼きそばに紅生姜がいっぱい入れたい人あ欲しい人うーんいや入れなくていい人です私意外と焼きそばには紅生姜がいらないかもって思っちゃう人ですあのーカレーに 福神漬けは欲しいです <laughs> 謎こだわりうんお寿司にわさびも欲しいですとんかつにとんかつにからしも欲しいですでも焼きそばに紅生姜は大丈夫かもえっといやでもまああったらあったで全然はけるほどじゃないかなえっときいさん流れ星ありがとうございますありがとう今日食べたマックはえっと夜ご飯をそう遅く食べる予定じゃないので今日はあの 昼食べたのが時時とか1時半とかか半結構遅かったので今日の昼ご飯に食べたのはサムライマックのセットではなくいつもサムライマックのセット食べるんですけど今日はえっとなんだっけてりやきあれてりやきバーガてりやきマック <laughs> そんなさみしい短い名前だったっけてりやきマックバーガーかあ,あそうかてりやきマックバーガー食べましたえっと単品ね。であののマククシークの チョコを飲みました、えっと、マイケルさん、貝殻ありがとうございます。ありがとう。あんかけ焼きそばにきくらげは超大事。マイケルさん、ありがとう。たくさん貝殻。ありがとうございます。きくらげ大事だね。それは私も絶対欲しいです。それは絶対必要だもん。えっと、676日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうね。マイケルさん、たつのお年シゴありがとうございますありがとう嬉しいです。ありがとうございます。 マックルーリー食べてないです。こんにちは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。ヤッホー。初めて来てくれた方々もありがとうございます。マイえー、とケンシーさん、ゴレンジャー、ダルミミカン、パンチ、ありがとうございます。マイケルさん、人でありがとうございます。誕生日おめでとうありがとう。あさってです。お誕生日。あさってもお祝いしてくれるかな待ってます。 えっとマックシェイク飲みたいしばらく飲んでないマッククシェイク美味しいよね私結構好きでマックシェイクがすっごい今日は無償にチョコ味しか勝たんっていうかチョコ味が好きなんですけどマックシェイクはすっごい今日は無償にそれが飲みたかったので飲みました飲み物が欲しくてそうしました今日はえっとマックのライスバーガーえ食べたいの私さこの間サム,ライサムライマックじゃない間違えたサマ,ーランサマーランドがサムライマックかと思っちゃったサマーランドに行った時にマナとなんか肉 何ーーかライスの中にライ,ライスバーガーに中に牛肉が入ってるみたいなやつを食べたんだけどそれがめっちゃおいしくて私あんまライスバーガー食べないんだけどその時めっちゃハマりそうな予感がしてまたライスバーガー食べたいなってめっちゃ思ってるだから食べたいでもさマックのライスバーガーって夜しか売ってないよねあれ違うっけ昼も売ってるのいや私は勝手に夜だけかと思ってたから諦めちゃってたんだけどでもめっちゃ食べたい最近ライスバーガーモチベが高いです マイケルさんハートありがとうございます。ありがとう。ゆうたくん、人でありがとうございます。ありがとう。貝殻とたつのお年ゴもありがとうございます。ありがとう。うれしいです。ありがとうございます。お洋服大人っぽくてこれ、本当にうれしい。ありがとう。ありがとうございます。やったね。えっと、うーん、仕事中、ありがとう来てくれて、休憩はゆっくり休んでくださいね。誕生日おめでとう。ありがとうございます。 あさってです。お誕生日。ありがとう。でも、あさってだけど今日も言ってくれてるのかな。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ありがとう。え、このテロップってちなみに見れてるみんな。え、これ見えてるのかなちゃんとテロップつけれてるかな不安になってきちゃった。初めて来てくれた方々、ありがとうございます。やっほー。おめでとうございます。ありがとう。まあ、でも、この何度でも言ってくれて嬉しいです。私は。嬉しい気持ちでいっぱいだわ。ありがとうございます。見えてるのでよかった。よかったよかった。 登録できてないいかとととと思ったえー、とこんにちはあありりががううございます来ててくれてありがとうなので久しぶりにマックが食べれて結構ご満悦です本当はまあサムライマックが食べたかったしあの期間限定のフルーリーも気になってたんですけどなんか今日の気分がなんかちょっといつもと違うものっていう気分だったですねなのでちょっと照り焼きマックバーガー久しぶりに食べましたでもね私結構照り焼きマックバーガー好きなんですよあの 一番圧倒的に食べるのがサムライマックだから私といえばサムライマックのイメージしかもしかしたらないかもしれないんですけどあの好きなマックバーガーランキング3個に多分入ってる入れてたと思う照り焼きマックバーガーほんとに好きなんですよ照り焼きマックバーガーは超美味しいよねこんにちはありがとうございます来てくれてありがとう初めて来てくれた方もありがとうございます高橋みみですよろしくお願いしますありがとうございますこんばんはこんにちは 午後も頑張りまましょうね、まあ、午後ももう結構か結構過ぎたかあと数時間頑張ってください皆様お仕事や学校学校の子はもうそろそろ学校の子今見れてないか分かんないけど学校の子は6時間目の授業を受けてる中なくらいな気がするお仕事の方あと半日ちょっと半日もないあと3分の1くらい頑張ってくださいえっとわいわい白いモスバーガー食べたい 何それ美味しそう私も食べたい <laughs> 私も食べたいでもなんかマックにも白いトリチみたいなのやってるよねそれも気になってた白いトリチ食べたことないでもちょっと白いトリチって白いトリプルチーズって意味でしょ多分なんかねめっちゃ3段くらいになっててちょっと量遅すぎてちょっと食べられなかったんだけど今日はねいつもで食べれるんだけど今日はまあご飯食べるのが遅かったからあれだったんだけどそう気になってた白いトリチも白い,マ白いバーガーモスで出てるの 美味しそうな,な何が白いんだろうえっとフィレオフィッシュフィレオフィッシュね本当にあんまり食べたことないんだよね私ねエビフィレオもあんまり食べたことがなくてフィレオフィッシュもねいやもしかしたらゼロかもってくらいにない一回はあるかなくらいですないんだよなえっとチーズの量がすごい白いモスバーガーえー、美味しそう食べたいいいねモスって結構量多いイメージだからさ具材のそれで量 チーズの量多多多いいって多分相当多いんだろうなと予想するトリチ食べてみたよねそうマックにもね白いトリチが売ってるんだよねき今日すごい回ったけどちょっとやめちゃったんだよなえっとマイケルさんはとありがとうございますありがとうえっとエビフィレオが一番美味しいねエビフィレオはファ <laughs> <laughs> エビフィレオ派って言いたかったのになんかフィとかファとか多すぎてエビフィレオファの方ねもういいよねもういいですよねエビフィレオしか勝たんっていう人も結構多くないそういう印象です私はエビフィレオあんま食べたことない人ですえっと食べたいんですけどねなかなかこうマック行くとさこうマックってその毎日食べれるものじゃないじゃないですかいろんな意味で、まあ、いろんな意味でというかまあ近くにないとかさまあ 毎日とかは食べられないじゃないですかだからさ、まあ、毎回食べるたびにさえどれにしようかなって、まあ、自分の中で厳選するわけじゃないですかそうなるとやっぱ好きなものを買いがちもう何て言うのか好きなものっていうか、まあ、定番なものを買いがちで食べられないいつも食べられないでもわっちゃう <laughs> だから今度エビビリオを食べるって意気込んでいかないといけないなって思います仕事に戻りますまたね頑張ってねありがとうございます いやと魚より肉にはなっちゃうけどフィレオフィッシュも美味しそうだから食べてみたい一度は一回は食べてみる一度は一回はお馴染みすぎる一度一回食べてみたいですえっ、ー、とうーんエビフィレオファね <laughs> えっとこんにちはありがとうございますエビフィレオファの方がいるおいやってえ待って,、えー、待ってフィレオフィッシュファねなるほどなるほど私はあのサムライマックファ <laughs> 意味がわからんサムライマックは って言えるねえっ、ー、とまあそうなんですけど私本当に挑戦しないのが悪いところかなってちょっと自分の中で思っているので23歳はちょっと急に規模が大きくないんですけど23歳はあのいろんなものに挑戦できるといいなって思います食べ物とかも本当にお決まりのものしか頼まないんですよ。え結構な,なんか一途と言ったらいい聞こえはいいかもしれないんですけど、まあ、ちょっと本当に挑戦しないのでもしかしたらこれより美味しいもの っていうか自分的にねあこれ好きだって思えるものに出会える可能性を削ってると言ってもまあいいじゃないですかだからまあちょっともったいないよねまあ好きなものを好きでいるというのも素敵なことだと思いますけどだからあの23歳はちょっと悩んだらちょっと違うのを選択してみるっていうあのー、わざとねそういうのをやってみようかなって思います今年はねえっと23歳223歳の歳の はチャレンジそうそうそうありじゃない結構本当に私安定安心を選ぶっていう癖があるので、まあ、23歳はいろんなものに挑戦するっていう年にしてみようかなーって思います食べ物関,関連もね積極的にえっとでも場所とかもほんとそうなのさそれこそ横浜でおすすめはってみんなに聞いてもらってもさいつも 茶の間カフェしかななないいい出てこないみたいなさ <laughs> せっかく横浜に住んでるのに、ちゃちゃちゃちの間カフェみたいな、どこにでもあるよみたいなところあるので、まあなんかね、みんなにいろいろ紹介できるようにね、私もいろんなものをね、試してみたいなと思います。えっと、でもね、スタバのモモフラペチーノみたいなの出,るじゃ出たじゃないですか。あれは明日飲む予定です。クフフ。 明日飲む予定です。まあ飲めなかったらちょっとごめんなさいというところではあるんですけど、一応明日飲む予定で考えてます。<laughs> スタバ飲むのに前日から意気きんでる人はあんまいないかもしれないんですけど、ちょっと今から気合い入れて明日は桃フラペチーノを飲むっていう口に今してます。あの明日考えちゃうと、あの、いや、やっぱチャイいいな、やっぱチャイ魅力的だな、みたいな思っちゃったり、あのー、しちゃうんですよ。だからやっぱ前日ぐらいから、よし、絶対に私は明日は桃を飲むんだ。 桃を飲むんだっていう。もうそういう気持ちにさせていかないといけない <laughs>。桃フラペチーノ美味しかったえー。そうなんだ。なんか結構な桃らしいよね。なんかその何て言うのかな？うん、ピーチとかっていうよりもなんか桃白,白桃っていうか？なんかその。 本物のフルーツの桃感が強いと聞きました。レポ動画では。YouTube でスタバのフラペチーノレポ動画を見たんですけど、<laughs> めっちゃ気合入ってるでしょ。そう言ってました、その方は。ジュンジュンさん、可愛い,いありがとうございます。レッシありがとう。ありがとうね。チャイ飲まないように気をつけるね。間違えて。間違えてチャイ飲まないように今から気をつけます。えっと、サイズもベンティンじゃ、あ、それはしません。<laughs> 結構フラペチーノ一人で飲めないんだよな。えっと、うん、バースデイーブ <laughs> 気合い入りすぎじゃないクリスマスイブみたいなやばすぎるさすがにあの22歳に悔いを残さないためにみたいなのはそこまで考えてないですでも確かにね22歳悔いないように生きるには今日と明日しかないので、まあ、悔いなくやっていけたらいいなとは思いますえっと こんにちはタコの踊り食いしたいって言ってうん言ってる言ってるタコの踊り食いしたいよ今でもずっとしたい今日もしたいし明日もしたいし明後日もしたい最近本当にしたいんだよねだからタコの踊り食いをしてる ASMR の YouTuber さんとかめっちゃ見てる見てました昨日の夜ちょうど昨日の夜寝る前にタコの踊り食いの YouTube 見てたえっとそっかフラペチーノってそもそもワンサイズのみかそうだね確かに言われてみたらそうだ今日はいちごの日らしいあそうなのなんでだろう15日 あ,あーはいはいはいなるほどね今日は15日だからかなそうでいうことだよね多分いちごの日だね確かにいいじゃんいちご食べるのみんな今っていちご旬なのかなあんまりわかんないけどいちごどうなんだろう最近いちご見かけないから高いかもねでもいちご食べたいな久しぶりに私いちごが旬の時でもいちご一回も食べなかったもんな久しぶりに食べたい気もします寝る前に見る動画が私さ寝る前こそ食べ物の動画をめっちゃ見るんですよね 寝る前はもう食べ物を食べるモッパンか ASMR の YouTube を見る何でだそれでちょっと食べてる気持ちになるっていうか何て言うんだろうねなんか寝る前はどうしても普通の雑談系とかそういう YouTube は見れないんですよね見れないっていうか見ないほんと食べ物を食べる系の YouTube だけを見て寝ますそれで寝落ちだからなんか幸せです毎,毎日寝る時、えー、ときえっとちょっと変わってるかもしれないもしかすると えっとタコの踊り食いの YouTube めっちゃ見て昨日はめっちゃ見てて食べたすぎてめっちゃ見てましたなんかやっぱ美味しそうだなって思ったコリコリしてるのエース r だから音を聞くんですけどめっちゃコリコリしててやっぱ新鮮なタコってことじゃないですか絶対いさっきまで生きてさっきまでていうか今生きてるっていうことはもう超一番新鮮な状態だからさ美味しそうと思って食べたい私も新鮮なタコって狙ってますえっと そうそうでもさ今度いやこれはもうかなうか分からないのであの私の今の。 ただの理,理想というか願望なんですけど ASMR 配信はいつかしてみたいまあでも結構好み分かれるというかもうなんかそう人が食べてる音が無理っていう人も結構いるからまあちゃんと事前に告知して今日は ASMR ですよって言わないといけないと思ってるんですけど一回やってみたいですね私が超興味ある大好きだから人の木ン動画を見るのがだからまあこう ASMR 配信がいつかしたいでもなんか気持ちのいい音がするものを食べたいよねせっかくだからなんかそれこそ ケンタッキーのパリパリなな,なんていうんだっけああいうのくから始まるやつくク,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 クリスピークリスピーとかさそういうなんか気持ちいい音がバリバリする系のものだといいかしらって思いますえっとケイさん達のお年子ありがとうございますありがとういや飯テロには確かになるんですけどもう夜歯磨きもしてもう寝るっていう布団に入ってる状態で 見るともう食べれないっていうのが分かってるからあもう今どうしても食べたいうわーみたいになることがないなんか一歩引いて見られるんですよねむしろ日中見ちゃうとえ今食べたいみたいになっちゃってえ今日買いに行こうかなみたいになっちゃうのでなんかあの夜見るのが私的にはベストもう食べれないものだっていうのを分かった上で見るのでなんかちょっと平気なんだよね食べたい食べたいって夜あこれが食べたいどうしようみたいになることがないんですなんなんとえっとケさんちんやなごありがとうございますありがとう。 人前と会話もありがとうございます。ありがとう、よしです。ありがとうございます。千人の方見に来てくれてありがとうございます。ありがとうね。ラジオ系配信聞きながらね。ちあ、なるほどね。えー、そうなんだ。ラジオ系配信ね。どういう感じがラジオ系配信なんだろう。う私もこのショールームのさラジオ配信に興味があって、まあ、その前にも話したけど顔出し配信をして夜なんかそれこそ十二時が超えた時間とかになんかもう化粧もしてないけど配信 どうしてもね、ない配信したいな、みんなも起きてるかな、みたいな時に、ラジオ配信みたいなのには興味があって、やりたい気持ちがあるんですけど、ラジオ配信こそどんな話したらいいか分かんなくて、ちょっとなんか、まだ、いだ手をつけるてはないんですけど、やってみた差さはあります。えっと、キーさん、ハートありがとうございます。ドアラさん、ハートありがとうございます。ありがとうねー。嬉しいです。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ありがとうね。こんにちは、間に合った。ありがとう。ありがとうね、来てくれて。 えとあはいはい海苔巻き立てのおにぎりねい,やいいよね私結構変わってるのかなそこは変わってるのか変わってないのかわかんないんですけど中学生の時は割とおにぎりをコンビニで買って食べることが多かったんですけどあのコンビニのおにぎりってさ123みたいな感じでこうつけるじゃないですかつけるくせにおにぎりの海苔だけを最初にこうきれいに取って食べるっていう謎の食べ方をしてましたおにぎり。 みんなはど,どう普通にちゃんと同時に食べれますか私はもうなぜか器用にのりだけこう取って <laughs> せっかくつけんのに <laughs> 一回つけたのりをきれいに取って食べてました <laughs> 最初にラジオ配信ねやってみたいどういうこと話したらいいかなラジオトークっぽくするってことえ難しいなラジオだから音楽とかをつけてはい始まりました夜何時をお知らせいたしますえっと <laughs> ごめん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 ,ごめんのんきにラジオ配信の真似してたら <laughs> どっか飛んでいっちゃった私の携帯が今ねツイッターのなんかお知らせみたいなのが飛んできてなんか触っちゃってそこのボタンをそしたらツイッターに急に入れ替わっちゃいましたすいませんえっとびっくりしたごめんね一瞬止まったでしょごめんなさいえっと嘘トイレタイムありがとうごめんねまあでも間もなくあと5分くらいで終わりますが見に来てくれてありがとう嬉しいですありがとうございます えっと童話って何赤ずきんちゃんとかは童話に入りますかいい,いいの <laughs> 本当にみんなをあの眠らせちゃうぞっていうあのラジオ配信になっちゃうけどいやでも童話読むとかいいかもねもしかしたら本当に寝れない人とかさそういうのを求めてる方とか結構いそうじゃない私結構そういういいのの読むの上手い気がする <laughs> 調子乗っちゃって。いやだからえやってみようかな本当に。怒られちゃうかな。動画ってそういう著作権とかあんのかなあの、簡単な絵本とかさ。全然読むよ。読み聞かせするよ。えっ、ー、とー、こんにちは。ありがとうございます。来てくれてありがとう。FM 高パチみたいにした方がいいのかな。あの、交通情報とかもやった方がいいのかな。えっ、ー、と、ケイさん、チアノゴありがとうございます。ありがとう。えっ、ー、とー、 多分聞きながら寝落ちするえっダメですそしたら次の日の配信でえあの結末って結局どうなったんだっけ結末だけちょっとひねって変えといてあの結末どうなったか知ってるってみんなにちゃんと聞くから <laughs> 鬼のようにえなんだと思ってるの結末って詰めますえー、っと <laughs> っていうのはあそうでいやもう完全にみんなに、ね、寝れる時間にするよーっていうための配信はありですねミッドナイトトークいいねミッドナイト ホット,トークってどんなことを難しいねえっとラジオの時はささやくようの話かささやくようの話し方 <laughs> 難しい <laughs> まあでも確かに今みたいなトーンでギャンギャン喋ってるとちょっとうるさいなって感じちゃうかもしれないので静かにゆっくり喋るみたいな配信にした方がいいねそれは確かにですいつもみたいに話してるとちょっとうるさいね誕生日おめでとうありがとうあさってですありがとうございます羊をカウントダウン私が <laughs> <laughs> 奇妙すぎる配信だなだってさ真っ暗なん、ね、でこう画面なんか私の画像とかが貼ってあってさ「羊が1匹羊が2匹羊が3匹羊が4匹」とか言ってたらなんかちょっと「おおおっ」って感じしちゃわないなんか嫌だよねって私は思うんだけどみんなはどうかな こんにちはありがとうございます。来てくれてありがとう。いいね。お便りを Twitter ンスタで募集して、それは結構あり。ラジオって結構お便りを募集すること多いもんね。あのペンネーム何々さんみたいな式でね。あ <laughs> りだね、それは。それはいいです。それは結構ありけりです。いいね。もう寝てます。<laughs> 羊何匹でみんなは寝ちゃうかな。コメントがゼロになったら私も静かに終わるっていう配信。 面白いでもコメントとかしちゃうと結局寝れないからさそのコメントとかも全然しなくていいよっていうさもう私の独り語り系配信の方がてかほんとラジオみたいな感じの方が多分理想的です私の,あの想像してるあラジオ配信はね <laughs> でもなんか配信者としてちょっと切なさはありますよねえっとねお便り楽しそうだねお便りねお便りペンネームとか読み上げたらみんなが嫌じゃなければあのペンネーム何々さん からのいただいた質問ですって言って答えていくっていうのはありですね。週一回であるのはありかもしれないね。えっと深夜の怖い話い、えー、やだそれは私が寝られなくなるのでやめてください。<laughs> みんなやめた方がいいね。でも夏に一回そういう配信するのはありだけどもうちゃんと告知してねあのテロップにもちゃんと書いていて入る人もあそういう配信してるのねあじゃあやめとこうとかさそれ各自の判断ができるような状況にしてあのー、それはありだけどちょっと私が怖いかも。 結構怖い話の影響を受けちゃうタイプなので、お風呂とか本当に一人で入るの怖くなっちゃうから、ちょっとあれだけど。えっと、吉原さん、クラッカーありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうね。えっと、本当にコメントゼロだったら怖くなってきそう。いや、そうだよね。怖い話してるときにコメント全く来なくなったら私、結構、え、結構本当に怖くなっちゃうかもしれない。え、結構配信系も怖いよ。わからないけど。うーんと。 なのでちょっと考えるですけど、あのー、まあ、なんか知らの形でやりたいなと思ってます。でもまあお便り募集はありがたいですね。私もちょっと一人語り系でなんかやるとするとまあちょっと尺的にも限界はあるので、みんながなんかあのお便り系をしてくれるなら話トークテーマがあるとやりやすいというかありがたいのでそれはありだわとは思います。 えっと、配信していたとちゃんとまった。うん、そうそうそう。そういう系がちょっと怖いからさ、やだわ。<laughs> それはしません。えっと、じゃあ、ランキングをそろそろ読んでいきたいと思います。みんな今日も見に来てくれてありがとうございます。13位、ゆうたくん、ありがとうございます。ありがとう。そして12位、えちごのとんやさん、ありがとうございます。ありがとう。そして11位、黒いびいきさん、ありがとうございます。ありがとう。そして10位、ふうたろうさん、ありがとうございます。ありがとう。 そして9位、健心さんありがとうございます。ありがとう。そして8位、マイケルさんありがとうございます。ありがとう。そして7位、誠さんありがとうございます。ありがとう。そして6位、ワタシンさんありがとうございます。ありがとう。そして5位、チョキマルありがとうございます。ありがとう。そして4位、アチュさんありがとうございます。ありがとう。そして3位、ジュンジュンさんありがとうございます。ありがとう。そして2位、ロミオさんありがとうございます。ありがとう。 そして今日の1位はじゃらららららららランキーさんありがとうございます好きありがとう一応おめでとうございますありがとうねそして今日の33歳以はじゃらあ間違えたらじゃららららららって言われたんでしょえっとバナナララララ奥さんおめでとうございますありがとうミミショーですおめでとうございます1十歳以内に入ってないという方も見に来てくださってありがとうございましたありがとう 15時からというちょっと微妙な時間帯だったのでちょっと本当に申し訳なかったんですけども時間を作って見に来てくださった皆様本当にありがとう。みんな本当に優しくてとても嬉しかったです。忙しいのにコメントとかもしてくれてありがとうございます。では今日も一日あと少し頑張りましょう。お疲れ様です。またね。バイバーイ。またね。3、2、1。また。